しんど、ほんま神奈川まで行った。いやあの滝直通できるな。ザンバランのタイガーライト GTX、 なんか正式名称ようわからん。あこんなとこ登った。あキーワンナッチプロやから。いやめっちゃうまいやん。そいそい行こうと思う。行きそうや。ないで、そこないで。それそれやな。その左足がちょっとあるぐらい。それがあるぐらい。なんで雨が降ってるんでしょう。なぜなら冬って雨降るんですね。まあ。下やっけ。やば、覚えてね。上じゃなかったっけ。上やわ。1時54分です。今日も一日頑張れ。ドイドイ。でも上の方ちょっと晴れてきてるな。本谷は小屋の裏じゃない。あ、そこ、あそこ、あれも小屋。もう小屋じゃないんですか。あれそうやったっけ。あれ渡ったら、あれか、 あそこのなんかクソみたいな橋があるんか。ここから入れるよな。ここから入れない。ここも入れるな。トレースドローをするか。4:57。ドンドドロ。ドドドド。ああ。え？ああ。クライミングしてるね。しんど。重っ。重いよ、あれも荷物が。あ、俺と同じや。アックス持ってる。しんどいわ、これ。じゃあ。リスおったな、リス。シマリスではないやろ。なんか、模様なかったし。雪なかったらな、作るのと一緒やな。なんか、しょぼくれた雪があるんちゃう。めっちゃ開いちゃえ。 あでも踏み跡あるな。もうちょい積もってくれな。え、これでもいつの踏み跡かわからんっていう。なんかもう完全に沢登りに来た。沢登りに来たわ。あっさ、だいぶ過ぎてきたつもりなんやけどな。うん、向こうの方が安そうっす。微妙やな。あそこの方が、うん。いや、よ。こうやな。ああ、微妙や。微妙や。微妙すぎた。いけんくはないけど、やりたくねえなっていう。沢登りかな。これはもう沢登りやわ。無責任やからさ。いけるいける。いける。大丈夫、泳げる泳げる。おお、マジか。おお、これ滑るやん。いやあの滝直通できるな。無理やな、絶対無理や。綺麗に滑り落ちそうやもん。
まあ行った行った。うん。でも巻いてたら一瞬で終わるからな。なんか何もなく。全然冷たないわ、この水。ぬるい。あれは微妙やろ。どっか、左もなんか微妙やろ。まあ、おとなしく、右行くのが。まあ、そこは、うん。うん。冬靴暑いな。防水ソックスやから、余計になんか熱こもる感が。ああ別に濡れながら行ってくれてもいいんやで大丈夫大丈夫、今日そんな水温冷たないから。俺の足で届くんか。よいしょ。よいしょ。お、今日の迫真か今日の迫真か。あー、これあれか。あ、こうなってるとこやろ。これ、砂岩巻くとこやんな。え、あ、そうか。あれが、ウンニャラの滝やっけ。何でしたっけこれ、大黒って。え大黒か大黒かわからん。名前すら覚えてない。とりあえず見に行く。まあ、まあ、直行はないんで。いやいやいや。ロープ持ってきたけど。何の滝やっけ、大黒の滝、大黒、大黒なの。
山頂まで行く？別に全然いらんよな。今日はっていうか基本いらんよな。結構長いよな山頂まで。あれ片道30分ぐらいなかったっけ、あの広場みたいなとこから。あ、そんなもんやっけ。で行ったところでさ、まあそんななんか別にもう大して何もないやん。そう、人多いだけやん。なんか県境あるだけやろ。この感じやとアイスもできなさそうな気温やけど、絶対してないです、ね、うん、シャバシャバやな。あ、ロープウェイ見えてきたわ。おーいおーい、まあ、まだ試運転中。もうクライマックスじゃん。半分ぐらいですかね。もう半分か。でも距離的に、まあ、こっからの方が辛いけど。そうやったっけ。まあ、傾斜が上がってくる。ガバガバ、ガバはガバやけどさ、いやらしい。重くし、あ、ロープあるし。いらん、こんなもんいらん。そうやんな、この下がなんかもう潜れる岩やったと俺は思ってんねんけど、違うっけ。うん、この下潜られんかったっけ、俺の記憶違い、それとも上手。休憩せんでいい？いや、休憩せんでいいか聞いただけ。ああ、まあまだいい。うん、じゃあいいんちゃう。上の、あの、上手。ボルトがあるところの手前で。ボルト、そんなんあったっけ。これ右が滝じゃなかったっけ。あ、右に行くんかな。でもなんか、忘れた。あのさ、右やから、ああ、そうや、右ですね。うん。じゃあ右、まあ、その上からでも行けると思うけど。まあ、それもボアやねんな。スポルティバのなんたらかんたら、え、 G5 エボ、はい、あ、なんか最近みんなが言ってたやつ、ミッチーとかが言ってたやつ。俺に勧めても俺がその色買うわけだやんと思って。なんかマムートのもうちょいなんか軽いニットみたいなやつでもいいかなと思ってんけど、まあ、あとはスカルパのファントムテックとか冬靴持ってないナメプしてたからさ、アイスやるんやったらあった方がいいかなっていうのと、前コバついてるあれの方がアイスの時は、あ、そうか、冬靴持ってないから、あ、そうそう、俺の、俺いつも3シーズンで行ってるもん。ナメプやから、いや、開けた時には安定度があってやったんです。そうやろ、前コバないとさ、だ固定力がちゃうやんって思って買わなあかんなと思って。だ別に寒いからどうとかっていうつもりではない。どっちかっていうと、え、こんなマーキテープやマーキングがあってほんまにバリエーションな。え、マジでこんなあったっけ。バリエーションの初級もいいとこやな。こんな優しい案内があっていいんでしょうか。ロープも鎖もある。そやんな、ロープも鎖もあって最後の方なんか看板なかったっけ。ちゃうか、看板ではない、なんかその、うん、なんかロープウェイの管理道路みたいな多分あるから、そういうので、ロープウェイの作業道とか。うん、じゃあ沢の音も消えてきたし、今日のザック紹介では、そちらのザックはオスプレイミュータント38。気に入ってるのは値段です。気に入ってるのは値段。1万円確かに。あ、1万海外価格追放なかったから、うん、まあ、送料と関税のなしで1万は来てない。あ、そうな、1万知らんねや、それ安っ。まあ、大体もうクライミングの男は。それクライミングザック、アルパインザック、じゃあアルパインザック、アルパイン系か。まあ、
夏山普通に登ったら海面が熱い。私の靴はザンバランのアイガーライト GTX、 なんか正式名称ようわからん RR とかついてたりさ、最後にボアってついてたりさ、よくわからんけど、ボア自体の修理部品はあるね、存在するね。そのゲイターの靴がいけるんかどうか怪しいよな。ロードバイクのビンディングのボアのシューズとかは全然、ボア単体で全然交換とかできんねんけど、これ系がどうなんか。ボア締めてなくても多少の固定感は、ちょっとガバいけど、まあ普通に歩けるぐらいの固定力はあるけどさ、むしろボア緩んでくる疑惑あるんだけど。トレースドローブ、ピッケルビニールカバー最近なんかさ、なんか炎上 しそうなネタめっちゃ投稿してないなんかだいぶ尖ってきたよな炎上させたいんかレベルでさ、尖ってきてるよなあれ。さっきの普通のやり屋の登山スタイルでもよかった。ちょっと本当にマスターやろ、しっかりしてよ。100回ぐらい来てんちゃん。5回ぐらい。いや、俺と一緒や。こんなとこ登ったっけまあなんかマーキングはされてるけど。いやー、乾いてたらここ行くんやけどな。いやー、乾いてたらここ行くんやけどな。いやー、はい、別にこんなん使わんでもいけるんやけど、使わんでもいけるんだけどな。まあなんかせっかく道具持ってるし使っときたいなっていう。この靴のさ、木の機関とこはさ、ボアがさ、右のやつ前に回して閉まるけど、それと同じのを左に使ってるから、左は後ろに回したら閉まらへんやんか。これもそうです。ちょっと、せやんな。気利かへんよな。ロードバイクのシューズとかやったら、もう両方前に回すとかで、多分左右専用のボア使ってたりすんのに。あれ何の滝や、わからん滝や。やっとなんか雪が出てきたか。先週はここをラッセルできたはずやねんけどな。おかしいな。なんでだろう。普通にラッセルを期待しててんか。なんで冬靴の僕は減るんですか。なぜ靴のこの底が減るんだろう。おかしいな。最近のやりようほんま尖ってる。うっせぇわとか、あ、そうっす、うっせぇわのやつか。なんか あとあれか、自撮り棒を持ちながら危ない撮影をしてるやつがみたいな。いけるいける。いや滑ってもいけるいける。これ無理。これは無理やわ。今日のスラブ。本日のスラブ。これはクライミングシューズじゃないと思う。アイゼンつける？アイゼン？アイゼンつける？これはつら。諦めた。全然行く必要ないからな。本日1杯目。本日のスラブその2。気になるけど、それでも厳しいかな。キーは甘や。あ、キーはナチュプロやから。キーはナチュプロだと OK。あ、ロープでフリクション使ってる。農家農家。
そりゃそうだ。よっ。おっ、ね、あ、その感じその感じ。手が冷た。手がキンキン。おう。クリプトンだよ。完全に上手の下。あ、でも、埋まっとんかな、あれ。どうなってんねやろ。なんかでも行けそうやけどな。おー、危ねえ。すいません先週やったらここはラッセル祭りやったんやろうけどないや、もうぐっちゃぐちゃなだけやん。ただただ埋もっていってさ、進まんやつやからな。結構踏み抜くし嫌になるな。ちょっとフィックス貼って。うわ、これ踏み抜いたらビシャーっていくもん。うわっ。
こをさ、めっちゃやぶなって辛い思いして、でそこ左やんだって。ああそうね。本来左行ったらあの岩、はいはい、とこだけど。何でしたっけ？大。え、じゃあ大黒寺岩じゃない？大黒。ああそう。忘れた。でそのロープにさ気づかず行って思ってさ、あ気づいたんかな？気づいたけど、右が多分ロープウェイの道で、うん。まっすぐ行くと行き詰まって、なんか壁みたいなの登らされて、やぶを焦がされるっていう。冷てぇ、冷てぇ。あ、ロープウェイの音か。意外と長いな。ああ、これが大黒山か。大黒岩や。大黒じゃないです。え、大黒って書いてるわ。ああ、寒い。大黒岩。はい、10時3分。着きました。ガスってます。超登りにくいサイズ。さあ登れるかな。ボルダーやろ。この高さ落ちたら終わるな。ああこっちに倒せ。あ、嫌なトラバスやっぱり。ああプロテクションが取れればな。プロテクションが取れればな。ロープもあるしな。登るんだけどな、ちょっとな。ちょっとな。カム持ってきてねえしな。ビッグカム何個いいね。なぜ下らないといけないのか。風が。今日はここを山頂とする。最初登頂。いやこれ届くんか。ちょっと待って、そのパターンか。あ、積損自体は俺が言ってて、そい行こうと思って行けそうやけど、右に見よう。なんかその木持ってそこ降りた方がマシかもしれない。そこちょっと怖い。ないで、そこないで。それやな。その左足がちょっとあるぐらい。それがあるぐらい。